どうも、コンサコーサコリッチです。今回はですね、静岡市のど真ん中、街中に来ておりまして、両替町、夜の街と言ってもまあ過言ではないかもしれませんが、とある専門店があると、知り合いがインスタに上げているのを見て、え、何ここめちゃくちゃ美味しそうじゃんってすぐ連絡取って教えてもらったんですね。で、今日来たんですよ。だから超絶ワクワクしてます。なんでワクワクすぎてでっかいネギビできちゃって。何の専門店かというと、鶏肉です。鶏肉の専門店。この専門店系ってやっぱこだわりが普通の飲食店と比べると奥の奥まで入ってる、そのものだけにこだわってるから、表面的なものじゃなくて奥まで入っていくというね、それが専門店の良さじゃないですか。ちょっと今日はそんな専門店をご紹介したいと思います。さあ、ということで僕はこういう場所に来ておりましてね、両替町の伊勢丹のすぐ近くですね。すぐそこに見えている、これが伊勢丹ですよね。こういう場所ね、なんかここら辺ってさ、路地が多くて、その入る路地によっていろんな特色があるお店が多いんですよね、ここら辺って。だから歩くだけで結構ワクワクする場所なんですが、今日行く場所はこちらですね。キャッスルホテル佐野春とかね、まあこういう、まあホテルなのかな、こういう場所が出てきたりとかね、伊勢丹があったりとか、佐野春ビルっていうのがあって、で、まあ、こういうお店がね、バババババと、まあ、居酒屋的なものが出てくるんですけども、ここ、こだわりの料理、地鶏、生地料理、駿河シャモ、もみじ、もみじんでございまして、地鶏料理もみじさんということで、鶏肉専門店なんですね。ここがね、美味しそうだった、すごく気になったよ、ここ。本当に。門構えがいいよね。なんか和風なね、日本料理のいい感じのところ来たよ、みたいな、そんな感じになるよね。メニューがもう出ておりますけども。鶏肉だけなんですよ。鶏肉いっぱい置いてんの。ありとあらゆる料理がテイクアウトできますっつって。いろんなチキン南蛮弁当、チキンカツ弁当とか、駿河シャモっていうのがね、いいんだろうね。生地料理もあるんだよ。よし。もう行くからね。行ってみましょい。さ、店内はこういう感じの店内でございまして、清潔感あって別荘のパーティールームみたいな感じがしますよね。そしてカウンターもあってと、とても過ごしやすい感じの店内でございます。そして店長さんでございます。明るいピースしてくださってありがとうございます。っていう感じでね、めちゃくちゃなんかアットホーム感もあるけども、清潔感があって食に集中できるお店ですね。さあ、メニューなんですけども、こちら見てください。ティロリン。やっぱり鶏専門店ということがあり、いきなり親子丼出ちゃうよねってこと。駿河シャモの親子丼、駿シャモ親丼です。これはすごいね。この期間限定で生地の親子丼っていうのもあるんだって。これすごいな。どんな感じなんだろうね、生地って。で、駿河シャモの唐揚げ定食、生地の焼肉重、そしてシャモそば、うわー、そばもあるんだ。ラーメンなんだね。生地そば、醤油ラーメン、塩ラーメン、うわー、つけ麺セットともあるんかいということで、うわすごいな。で、しかもラーメンセットにそのこだわりのチキン南蛮だったり、鶏飯だったり、卵かけご飯がついたり、どれ頼んだらいいんだよ。鶏ご飯定食、富士の鶏定食っていうことで、こういうのもあるよと。すごいな、炊き込みご飯だよこれ。ギャー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 ですよこれ。うわー、胸肉のカツ定食、わわ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 、鶏マヨ定食で、こんなにたっぷりとマヨネーズに使った鶏肉、絶対美味しいじゃねえかよ。チキン南蛮もあるよ。富士の鶏の親子丼、鶏と卵のそぼろ丼、チキンライス、やば。サコリッチオムライスが好きで、なぜならチキンライスが好きだから。一人暮らしの時よく作ってたわ、チキンライス。チキンカツカレー、これどうしたらいいんだマジで。もう一気
気に食べる？いや無理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 、それはちょっとさすがにね。日替わりランチ平日限定で、あ、もみじ定食、これが全部入ってんだね、その気になるおかずが。これいいね。単品ももちろんいろいろ追加できるよってことで。生地の卵すごいね。え、何これ。で、日替わりランチこういうのもあるよということで、チキンガーリックライス、塩だれ唐揚げ、チキンドライカレー、チキンオニオンステーキ、やば、チキンソースカツ丼、どんか、これどんなんだ、チキン南蛮チリソース、チキンカツ煮丼、チキン南蛮ささみカツ、焼き鳥丼、やばい、お腹空いてきた、もう、すごくないこの多種多様な。で、しかも全部鶏肉だよ。鶏肉の料理ってこんなにいっぱいあるんだね。すごいなこれ。ちょっと興奮してきているとともに悩みが増している。さらにニキビが大きくなりそう。どうしよう。うーん、うわー、あ、頼みましょい。来ました。まずはおティロご飯、おティロイご飯、おご飯でございます。続いてが揚げ物たち、これがチキン南蛮、そして鶏マユ、鶏マユ、そしてこれが何かのフラウィ、そしてケチャップがかかったフラウィ、ゆで卵ついて、サラダついて、お漬物、お漬物、卵、卵、ゆで卵っていうことで、で、おみとティト、かわいいお麩が入ったおみとティトでございます。これがもみじ定食っていうことで、もう欲張りさんからしたらいい定食だよねこれね。一旦ね、この鶏三昧、鶏尽くしの定食、どんな味なのか食べてみましょい。いただきます。サラドゥを、サラドゥを食べさせていただきます。シーザードレッシングで、これはめちゃくちゃシャキシャキのサラダで、これ正直このレタスとかもちゃんと厳選してますね。これまだランチ時っていうこともあるからかもしれないですけど、レタスがしおれてるものが一つもない。そしてこれが意図してなのかわかんないですが、キュウリの細切りも入ってるんですね。だから歯応えがサラダなのにめちゃくちゃ面白いんですよ。おそらくお味噌汁も出汁が入ってますね、しっかりね。うまっ。普通のいわゆる定食屋さんのクオリティのレベルじゃないですね。1個2個ぐらい上ですね、完全に。ちょうどいい。ちょっと行ってみましょう。まずはささみチーズカツだ。これ絶対美味しいやん、うん、間違いないね。これは一口サイズというか、全部が基本的には大きいサイズのものの揚げ物とかじゃないので、足りないかもなって思ってる男性の方いらっしゃるかもしれないですけど、全然そんなことないですよ。これご飯を大盛りにしたら間違いなく足りる。ソースもねかけてみちゃったりなんかしちゃったりして、まあささみチーズなんで、ね、大葉が挟んであるんでね、全然そのままでもいけるんですけどね。ソースをかけたらより美味しいですわな。いい音だね。ケチャップがかけられているもの、これが何でしょうね。クリームコロッケだ。コロッケもあるんだね。うん、本当に全てのクオリティが高い。だから食べて飲み込むのがもったいない。繊細ないい味付け、めちゃくちゃうまい。いきます。僕が噛んでるところで申し訳ないんですけど、こんな分厚い鶏肉入ってんだよ。何のケチもないし、タルタルソースもものすごくオリジナルな、こだわったタルタルソース、酸っぱみが薄めで鶏肉の風味がなんか出るような、ちょっと薄めのタルタルソース、でもチキン南蛮の甘じょっぽさはちょびっとだけ残ってるんですよ。だからそれが全てちょうどいい。だから
このタルタルソースをささみチーズにつけてみちゃったりしちゃったりして、このフライがめちゃくちゃ美味しいんだけど、カリッカリッパリッパリのサクサクの出てきて、結構時間経ってるのにね。さあそして鶏マヨ、ちょこ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 って感じですね。うまっ。このマヨネーズもちょっとまろやかなマヨネーズで、ストレートマヨネーズって感じではないです。なんかちょっと、手が加えられてる。うまいな、これ相当うまい。なんかちょっと定食系食べたいけど、なんかちゃんとしたとこ行きたいよねって言ってる友達同士とか、あと会社の先輩にいいとこあるんで行きませんって誘いやすいお店ですよね。で入りやすいしね。絶対我慢できないよねっていうことで、おたこを食べるよねってこと。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、これ何？鶴ヶ沙門の親子丼。うわ、美味しそうだね、これ。すごいな。しかも今回はお味噌汁じゃなくて、お吸い物だ。ちゃんとこの分けられているっていうのがすごいね。うわ、美味しそう。もう、この、これどう？いつ潰せばいいの？これもう。しっかりと鶏肉もでかいの入って、出て半熟トロトロの卵に包まれたご飯、最強すぎるだろこれ。やばい、これはよだれもの。食べまっしょい。親子丼いっちゃうよ、鶏肉と一緒にさ。うわー、美味しそうだね。確実にうれち、めちゃくちゃ美味しい。本当にすごく繊細な味付けです。超高級日本料理屋で出てきそうな親子丼。しかも鶏肉もさ、いろんな部位が多分入ってんだよね。また鶏肉の風味もいいね。歯ごたえがプリプリの鶏肉、ただしょっぱいだけじゃなくて甘みがあってしょっぱみもあって、で鶏肉の風味もしっかり感じられるけど薄味ではないしっていうね、絶妙なバランスの親子丼。これめっちゃうまいわ。これやばいわ。ここ両替町なのか、すごい僕歩いてるけど気づかなかったわ。まだまださこりちゃんアンテナが腫れてないね。卵潰しちゃうよ私。頭を潰してさらに、この卵が美味しいんだね。シャモのめちゃ美味しいわ。濃厚濃厚卵。ふう、ごちそうさまでした。美味しかったぜよ。ものすごく美味しかったぜよ。こんなに美味しかったぜよのお店あるんだね。静岡だし美味しかっただらーかな。いや感動しましたわ。鶏肉専門店っていうのがまずね、そんなにあんまない中で、で本当に鶏肉だったからね、全部鶏肉だった。ブレがなくて感動したし、親子丼のクオリティえげつないね。揚げ物のこだわり絶対あれ持ってるんですよ。わざと周りの衣をちょっと固めにして、サクサクカリカリっていう音と歯ごたえになるような揚げ方をしてますよあれは。いや美味しかったわ。鶏肉専門店、専門店っていいよねやっぱりね。行ってみて。ブフーをやっ
挟んで、ブフーの後は散歩でございますよ。ここら辺を散歩するの初めてじゃないかな。こっちの方はね、来たことももちろんあるんですけど、伊勢丹近辺をこうやって散歩するのは初めてじゃないかな。とこっちの方って結構ね、意外と来ないというか、なぜかわかんないですけどね。どっち行こうかな。どっちにもね、いろんな世界が広がってるからね、面白いのよこれ。ちょっとね、こっち行くと人通りが多くなってくるからね、なかなかね行きづらい方ではあるんですけど、でもその分やっぱ魅力的なお店が多いということで、やっぱこっち行くっしょい。ここら辺は呉服町というところなんですね。これが呉服町通りだったかな、確かね。タワマンあるよ、タワマンがあるんだよと。こっちはもうあれかな、ちょっとまあビル街になっていくというかね。出た、ここ猫ちゃんのお店。とにかく猫ちゃんを置いているというお店。この前ね、僕のレギュラー番組のトコちゃんワイドの中でね、行かせていただいて、そこで買ったね猫ちゃんバッグをね、僕今でも YouTube の道具入れるために使ってるんですね。そんなお店がね、入り口付近に出てきたと思えば、そしたら今度はギター屋さんも出てきたと思えば、いわゆるザ街中って感じだよね。トゥーベックシュトゥーベックシェーカーっていうところも出てきたしね、ツタヤ書店っていう、これ書店だよ、書店の中にトゥーベックシェーカーが出てくるから、本を買ってそのままカフィーで飲みながら読めるっていうのはすごいよね。高そうなお店多いんだよね、ここら辺。だからサコリチがね、サコリチレベルじゃそんな足を踏み入れたらもう迫害されるんじゃないかっていうぐらいのお店が多いんですよ。ちょっと敷居が高そうなところがね。でもそれをね、行けるように YouTube も頑張らんとなというところでございますけども、なので皆さんもよろしくお願いいたしますね。1万人まであともうちょっとなんでね、あともうちょっとなんです。あ、出た、ハグコーヒー。静岡はね、このハグコーヒーさんよくある。あの駅の近くのハグコーヒーは立ち飲み専門ですけどもね。まあまあカウンター席あるけどもって感じ。はい、よし、ありがとうございました。